昨日下地にあの、賃貸トラブル系のね、またあのセミナーでさ、あの東京でやってたんだけど、もう朝さ、あのどうもね、俺ほらセミナーってね1時半からと思ってたからさ、ね、で、このプラス出版のやつだけさ、なんか1時からスタートなんだよね。でさ、朝はいつも10時半くらい出ればなんとか間に合うと思ってさ、で、ね、朝からもうずっと仕事して、で、さあいざ出ようと思って渋滞情報見たらさ、あれ、湾岸線通行止めなんだよね。で、あれ、これマジだと思って、で、しょうがなくてね、電車で行ったんだよ。そしたら京急がさ、ね、あの遅れてんだよね。それで、まあ大体あのね、三崎口からさ座っていけるんで、まあ、三崎口から、ね、あの電車乗ってさ京急乗ったのよ。そしたらさ、前の電車行かなくてさ、で遅れてるわけで、あ、やばいぞこれと思ってたら、ようやく動き出したんだよね。そしたらさ、あのなんかこの電車は、ね、千賀口駅 かなかなのに、いや品川まで、で、ね、本日限り、止まりますのでご承知くださいみたいなことがあったから、あ、まあ、品川だったらさ、まあ ね、いいやと思って行ったの。そしたらさ、金沢文庫で突然、ね、この電車ここでしあのあの、ここまでとさせていただきますなって言って降ろされたんだよ。だったらさ、その前に言ってくれよ、俺、ね、あの栗浜で乗り換えてさ、で JR 乗り換えられたんだよね。にもかかわらず品川まで行くっていうから乗ってたもん。そしたら、ね、金沢文庫でしょ、でここにいたやつがまた短い線電車なんだよ。だこの分量入らないだろうっていうくらいの電車が隣にいて、そこあったらもうびっちりじゃん。俺ね、いや十数年ぶりかな、あんな満員電車乗ったのね。でほら、最後は痴漢とかうるさいだろ。だからさ、あ、俺ちょっとさ、ね、そこで狙われても嫌だと思ったから、もう手挙げてで乗っててさ、で結局横浜からね、なんだ、あそこ、あ、ね、東海道線乗ったのよ。でさ、もう、そしたらね、まあ、30分くらい早く着いたから、まあよかったと思ってさ、だらだら歩いて、で俺ね、俺デトックスやってて今ね、あのコーヒー飲んでなかったのよ。なんかぼーっとしてんじゃん。でこのまま俺公園突入 するとさ、ぼーっとしたままぼーっとした公園になっちゃうなと思ったから、もうね、ちょっと今日だけはコーヒー飲もうと思ってコーヒーの店入ったんだよ。したらさ、ね、320円だよ、いっぱいね。でここのさ、カウンターにみんなコンセントついてるのな今。でそこでなんかパチ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 隣でさ、あの仕事してるやついるんだよ。もうコーヒーなんか飲み終わってんのに延々と仕事してんのね。でこの隣にはさ、学生のやつがさ、なんか勉強してんだよ。でさ、こいつもコーヒー飲みやってるんで、ずっと勉強してるでしょ。でコーヒー一杯でさ、何時間も多分いるんだろうな。そしたら後ろにいるやつはさ、なんか健康食品かなんかのやつで、ね、一生懸命顧客にさ、ね、あのクロージングしてんだよね。で、あ、こんなところでこんなことやってんだったら、ね、うちの銀座店いらなくなるかなって思ってさ、ね、みんなでそこに移れば300人1人につき320円でさ仕事できるよねみたいなさ、あ、これすごいな。なんかね、喫茶店ってすごい進化しててさ、で、あんな接客できるようになってて、いや、これはね、儲からないなと思ったんだよ。で、よく考えてみたら、この間俺、あのね、TVK のさ、あのね、収録の時も、やっぱりこれ、ね、ちょっとコーヒー飲まなきゃいけないなと思ったから、ね、セブンイレブン行ったんだ。100円ですよ、税込みで。で、コーヒー売ってんじゃん。だけど、これ渡されるんだよな。で、飲むとこないんだよ。でそれでまあ、たまたまそれ持ってさ、あのテレビ金沢のとこまで行って、だらだら飲みながらやったけど、100円じゃん。そうね、やっぱり喫茶店ってさ、すごい付加価値つけなきゃダメだと思ったんだろうな。でも俺、あれはね、過剰なサービスだよな。本当に、だってね、うちの銀座店くらいあるんだよ。もうちょっとちっちゃいか。ね、で、俺、そのまま銀座店か。朝に出勤して朝礼して座ったら、誰も入れない。っていうのが面白いんじゃない安くていいんじゃないかなと思ってまあそんな話でね、まあ、あので昨日ね、着いてから、セミナーやったんだけど、あの、前のね、賃貸トラブル110番のさ、原稿が残ってたから、まあ、それはある程度織り交ぜてアレンジしてね、作ってるわけ。っていうことは、あの言葉がね、昔は支払い督促っていうのは支払い命令って名前だったりするんだけど、手続きの手順っていうのはね、あの今も変わらないわけだよな。で、あとはそのね、片岡君なんかやってるやつを少しちょっと盛り込んでさ、やらせてもらったんだけど、いや、あの、毎度おなじみのね、なんか、あの多分どっかのやつに頼まれたやつがさ、来てね、一生懸命こうメモしてるんだよ。で、多分、ね、録音もしてるんだよね。で、写真撮ったから、ちょっと悪いけど、写真はダメだよって言ったんだけど、あのね、あの昔からね、あの流れてる噂によると、俺のセミナー3万円で請け負うやつがいるんだよ。で、それで、
ね、3万円のお小遣いもらって原稿書いて全部レポーティングして、ね、納品するっていう仕事が流行ってるんだよ。でだから多分こいつそうじゃないかなって思ったんだけど、気をつけなきゃいけないのはやっぱり俺なんかのセミナーで、僕のセミナーやるでしょ。でね、出口で待ってたりするやつがいるんだよ。で最近は少なくなったけど、前はね、うちの会社辞めたやつがさ、ダラダラといて、ね、ほら知ってる顔が来るから、おい久しぶりですねとか言って営業かけたりするのね。まあそれはね、俺ね、倫理的にどうなのって思うんだけど、やっぱりさ、しょうがないな、そういうことが起きてるから、まあ、ぜひね、ちょっと昨日からプラチナ出版のね、司会だったんだけど、やっぱ、ね、録音とか写真とか、ね、は撮っちゃダメだよってこと事前に言わないとね、やっぱ撮るやついるよね。で、今回さ、うちの社員の人たちも、まあ、来るようにって言って東京の、ね、PM の人たちとか、あとね、AM のやつも来てたんだよ。でね、さ、話するでしょ。そうさ、技術的な問題もそうなんだけど、うちのサービスってものについて深く知ることができると思うんだ。っていうのはこれなんで僕は来た方がいいよって言ったのは、うちのね、会社の人たちがうちの総合的なサービスの、ね、メリットを知らないんですよ。だから例えば PM の人たちが毎日、ね、OL の人たちがガーッといろんなことやってることあるよね。でこれさ、現場知らないんだよね。で、じゃ OM の人たちが動いてることによって、じゃあうちの PM のサービス、ね、賃貸管理のサービスってものについて、さ、付加価値ってものがこれがなかったら分かんないよねってこと。あともう一つね、今回のね、じゃあ書籍、契約書の一部ね。でこれもうちがっていうか僕が開発した契約書をそのままうちが使ってるよね。で多少アレンジはされてるけども、要するに日本でさ、このね、うちの今使ってる契約書みたいなのが普及したのは、ね、僕が27年前に書いたさ、マニュアルの時からだから。でその前は動産社っていうね、会社が使ってたこのペラ1枚のさ、契約書でやってたんだよね。でそれが今宅建協会さんも、要するに前日さんも、ね、僕が作った契約書を元にした契約書をまた使ってくれてるわけだろ。で今世の中の人たちが、ね、僕が作った契約書を元にしたものを使ってるわけだよね。でこの歴史観ってことを知らないんですよ、ね、だからなんか僕はさ、今ね、不動産のそのなんだっけ、投資のさ方の話にね、またまたこの会社起業した時に不動産投資のね、アットドーク不動産投資って本書いちゃったから、まあ、そんな関係で投資の方に行ってるけど、実はね、PM の、ね、歴史の方が長いわけで、その中の歴史観を社員の人たち知らないんだもん。で、あ、じゃあ、ね、この中で、昨日さ、僕がいろいろ話したんだけど、みんなすごいってわけ、ね、それすごいですよ。だって社内に弁護士いる会社あんの今。多分日本全国で不動産会社が弁護士を雇ってるとこは一件もないですよ。で、なんでか分かる？金の問題じゃないんですよ。弁護士は不動産会社に就職なんかしないの。なんでかって言ったら、つまりね、何かっていうと、弁護士ってさ、ステータスがあるわけだから、どんなにお金に困っても、要するに弁護士とのね、いうさ、そのなんていうかな、自分のさ、そのなんていうかな、ステータスはね、捨てられないわけだから。今居候弁護士なんかね、年収300万稼げない人いっぱいいるんだから、ね、でその中でじゃあ400万やるからね、うち来てよって言ってもまず来ないですよ。なんでかって言ったら、ね、それは不動産屋さんだから。でうちは不動産コンサルタント会社でやっていて、で、今やってる事業っていうのは、ね、要するに一般の不動産会社と違うでしょっていうこと。でそれを要するにさ、各個人個人が気がついてないまんま、外の不動産会社と同じことやっていたり、外の建築会社と同じことやっていたり、ね、外の管理会社と同じことをやってるわけだよね。違うでしょってこと。じゃあ今ね、このオンサイトのやつもそうだけど、ね、ここはさ、毎月毎月お金かけて、ね、この人たち成長させてるわけで、昔は、ね、プロパーでやってたんだ。でこれね、どっかの段階でもう一度考え直さなきゃいけないかなと思ってる事例があって、それは何かっていうと、やっぱりさ、外付けになるとね、うちにいた人たちが独立した人たちと、ね、後で入ってきた人だけど真剣にやってくれる人たちと、いやそうじゃなくて固定のね、収入が欲しくてただやってる人たち、ね、
あの区分けしていかなきゃダメだよねってこと。それは何かったら、うちの会社のね、要するにコンセプトに合うその、ね、OMS、ね、OM の人たちなのかっていうことをもう一回振りをねかけて直さなきゃダメなということを考えてるわけでね。これさ、ね、欧米ではね、あの OM っていう仕事っていうのは何かっていうと、300人とか、ね、あ、300世帯とか500世帯のマンションの中に PM の人と OM の人がいるわけ、ね、だからあね、要するに OM の人たちは朝から晩まで同じ物件をさずっとこう管理するんだよな。で、だけどさ、これを日本にね初めて持ち込んだのうちでしょってこと、ね、それどうしたかっていうと、ね、あの日本の賃貸住宅っていうのはあの結果的にさ、ね、せいぜい多くても、ね、うちで言ったら、まあ、ね、磯子のさあの KYT なんかは40所帯だろ。あれでも賃貸住宅って大きい方ですよ。でもフロントにさ人一人置けないだろ。それは何かって言ったら家賃に見合わないわけだから、じゃあ OM をどうするかって言った時に、ね、じゃあ区域を決めてそこで、ね、要するに全体を管理する、ね、オンサイトマネジメントを普及しましょうよってことで始めたわけだよな。でそれをコツコツ始めて、ね、ようやく8分割できた。で今は10分割できてるね。でその10分割ができてるから前回のさ、ね、要するに、台風の処理だとか、要するに、ね、ね、エアコンの交換だとか、ね、スムーズに今回できたでしょってこと。あれね、あのみんな結構知らないかもしれないけど、今年さ他の業者見てごらん、ね、今まで付き合いのなくてたまたま、ね、要するにあのエアコンの交換するとすると、あの家電量販店の早いんですよまだ、ね、でじゃあ一般的に頼んだとするともうどんどん遅れてさ、ね、最大3週間かかってるでしょ。その3週間さ、あのクソ暑い中にいたら、ね、要するに、実際にさ、今年ね、病院でさ、ね、エアコン交換しなかっただけで殺人罪ですよっていう時代になっちゃったわけ。でもうちは、ね、エアコンってどうですか、1週間くらいで、ね、長くても1週間くらいで交換できてるでしょっていうのは、ね、なんでかったら、ね、いつもいつも、ね、我々がさ、ね、要するに、使ってる業者さんはいつもいつもうちを優先して動いてくれるようになってるわけじゃん。だから処理ができるわけ。あともう一つね、なんだ、この間台風の被害だったそうでしょ、ね、あれもバタバタバタ動いてさ全部処理できたよね。それ何かって言ったら、ね、まず一つはネットワーク力と、もう一つは、ね、ね、業者さんがすぐに動いてくれて、で即座に対応して謝って処理したからできたわけでしょってこと。でこれもやっぱりね、さオンサイトマネジメントの威力だろ。でさ、じゃあ日本全国でね、じゃあその賃貸管理の会社がオンサイトマネジメントのサービスを持ってる会社ってあるの？俺自家ではないと思うよ。大体外付けですよ。で今回ね、あのなんか知らないけどね、うちのオンサイトマネジメントのサービスだけ始める会社ができて、でそれで普通の賃貸管理会社から受けますよって言ってるわけ、ね、でそのさ発想ってさ誰がしたの？俺じゃん、ね、っていうことを、要するになんかさ、うちの PM の人たちも OM の人たちも知らないんだよ。でさ、それ知らしめなかったら価値ないだろってこと、ね、でそれで、ね、管理料がなんか安いだ高いとか言うけども、管理料っていうのは、ね、要するに、ね、あの当たり前だけどコストに反映するだろ。で我々はさ毎月毎月、ね、そのオンサイトマネージの人たちに定額の、ね、要するにまず費用を払ってるわけ。それは何かあったら、ね、定期巡回しながら、ね、あの要するに、ゴミが溜まってればゴミ処理するし、ね、汚ければ掃除もする、ね、でそれを回りながら、じゃあそろそろメンテナンスをこうしましょう、ああしましょうってことを打ち合わせながらやるわけだろ。でそれのサービスってことを、ね、やってるってことをさ、ね、やっぱり PM の人たちがもっとアピールしなきゃダメだろうってこと。で、昨日ね、来てたメンバーね、あれですよ、ね、普段ね、ね、仕事忙しいからさ、大体寝ちゃったりするじゃんさ、ね、養成講座なんかでたまにコクってやるやついるけど、誰一人昨日はそんなやついないし、ね、やっぱりあのさ、僕なんかのこの歴史的なものがね、古いんだけど新しく感じる、ね、で俺もう一度ね、ここのところをもう一度やり直さなきゃダメだなと思ったわけ。ね、なんでかって言ったら、ね、やっぱりさ、法的な、ね、手続き、ね、がついてるのとついてないので、どれくらい、ね、要するに、サービス力が違うのかね、
あともう一つオンサイトマネジメントがついてるのとついてないのではどれくらい違うのかっていうことを検証して、でそれをさあもう少しねあのアピールしていった方がいいなと思うわけで、今回あのねリフォームリニューアル、ねのさあイノベーションねリノベーションねのやつも今手を加えてるだろ。でさやっぱりさ始めてみたらどう。この間ねあの、中山さんのねセミナーなんか やってますけども、ね、これはねやったからできるんでさ、やらなかったらできないじゃん。で今までみたいに丸投げでさ、なんか業者さんにねただもうただ普通に直す、ね、だけの提案をして、で、費用だけ請求してやってたらこの技術は身につかないですよ。で今はあのねまあ僕なんか過去にそれずっとやってたからさ、そんなに難しいことじゃないじゃん。でこれもねうちのさノウハウでしょってことだから、このノウハウをねあの何でもそうだけどねあのだんだんこうね要するにあのスキルってものができてくるわな。で若い時にさスキルを蓄えた人はずっとスキル蓄えるんですよ。この間ねちょっとあの、ブログにも書いたけどね、例えばさ、ね、100×1×、ね、っていう形で、ね、要するにあのさ100をずっと繰り返せば大体トントンだよな。とかさ80繰り返したらどうなの。 80%×80% 8×64%64% だ。次の年 64% にまた 80% 努力しかしなかったら、ね、6×46、ね、40% ぐらいの能力になっちゃうだろ。でさそれ気がつかないやついるんだよ。で普通の人は、ね、スキルの高い人たちは100じゃないんですよ。 120% くらいで、ね、スキル上げるわけだから 120%×120% そしたら 144% だろっていうような形でどんどんスキルが上がるんですよ。ところがだらっとしてる人は残念だけど年だけ取るけど、ね、スキルは上がらないわけ。そう惨めにならないですかってこと。だから僕はね一つ一つの仕事にやっぱり熱意持って取り組む、でそれでスキルを上げることだっていうことが重要だよってこと。でこれね、ちょっとうちの文化はね会社大きくなっちゃったからさなんかねだらっとしてる感じするんだよ、ね、で仕事忙しいですよ。だけどチャレンジするっていうものに対してどう、ね対処していくんですかってこと。これでね、もう一度ねちょっとこう AM PM の人たちもそうなんだけどやっぱね去年と違う自分が今ないとダメじゃんっていうこと。で俺ね今回そのねセミナーありましたけどもね30ねセミナーで言ったら約30年前だよな。30年前のやつ昨日やってもねいやこれ俺負けてないなと思うもんね。だから逆に言うとね30の時に僕は今のその賃貸の PM についてのことについてはもうクリアしてるわけだから、そこのところをいつまでもクリアできないとね次のステップないじゃんってこと。だからね、まず我々さこの会社っていうものについてねよく考えた方がいいですよ。それはよく考えるって何か、ね、要するにさコンサルはスキルだから、スキルが価値だから、わかる。だからそういう意味で、ね、昨日ちょっとね来た人たちねよかったなと思うのは、ね、多分本人たち聞いてみたいですよ。多分スキル上がってますよ。それ何かあったら今までやってないんだもん、分かんないんだもん、でその分かんないの分かったんだもん、じゃあもう少し勉強しようぜって話じゃんっていうことを、ね、もう少し、ね、段階を追って1年1年ねちゃんとスキルが上がる仕組みを作ってあげる、まあ、これが重要だと思うね。まあ、ぜひね、まあ、また1年終わっちゃうけどさ来年はね要するに今年の自分以上のスキルを上げないとダメですよってこと、ね、ぜひそういう意識で持ってやってください。お願いします。以上。